まあ、姿勢をまっすぐする、下ばっか見てるとどうしても前かごみになっちゃうんで、スーッと一遍顔を上げてやった方が、大きい受け身というか小さい受け身は取りやすいと思います。これ、弟子たちにも注意してるんですけど、こうやっててこういう感じで入るって言ってやっぱりこの分前出ちゃうんで、ここから始まっちゃうんで、例えばきちんと入ってここから巻き込むっていうか、やっぱり姿勢とか構えっていうのは最近特に、大事なんだなっていうのを感じましたですね。そうですね、受け身と、あと、私の場合はもう肩稽古でしたね。肩稽古、受け身、受け身はそんなに、やったはやったですけど、あんまり回数やったっていう記憶はないですね。どっちかっていうと周り稽古でずっとひたすら肩稽古っていう。先生、初めはもうとにかく素振りから入る。あ、そうですね、素振りはもうやりましたね。はい、今でもその入門初心者の方は来たときはですね。そうですね、剣術の場合はそうですね、素振りやって、でその後中立ち、肩、1本目からっていう感じで行って、で今こういう稽古なんで、そんなに肩、そんなに時間かけてやってないんであれなんですけど、肩稽古って入ると、初心の方はもう、順番にっていう素振りから。今こういうコロナでなかなか道場稽古できない時やったと思うんですけど、はい、先生お一人の稽古そんなもう必死にって感じではないですけど、息子も生まれて、で受け身やったりとか、そういう、のはやってましたね。でこの呪術の型をこうやって、コロナのおかげですけども、皆さんとくっつかないんでね、一人でやってる、さっきの一つ一つの動作を、正しくできているかどうかっていうんでやろうとすると、レシからそうなんですけど、礼して足開いて立ち上がってちょっとはみ取るといった時に、祖父の昔のまだ戦前の写真なんですけど、本当に折り紙こう畳んだみたいにギュッとこうなってるの、まっすぐなんですね。で、あとこう立ち上がってスッとこれで相手の正面取った時にこうやって入ってくる。で、次一歩スーッと出るとここでもうこうやって緩むんですね。さっきここで取ってたやつここなっちゃった。で、右出るともっと緩むっていうのは、無意識にというか自覚なしに皆さん出ちゃう。そんな極端にこう開くわけじゃないんですけど、ほんのちょっともう一歩スッと出た時にもう、見ててね、お分かりになると思いますけど、ここできちんとこう取ったやつがふっと一歩出た時に先に行くっていうと、こんだけ正面開いちゃってるんですね。ほんで右が出すとやっぱりこういう形ですから、こう出るから もっと開いちゃう。だからこう開いたまんま正面開いたまんま寄ってって、で本人はこうはみ取ってるからこうなんかいいような感じでって言いますけど、これ正面がらりなんですね。なので何の役にも立たない、簡単に切られちゃう、刺し殺されちゃうということがよくわかる。だから本当に大事にやってくださいよって言って今やってるんですよ。